はい、ギタリスト竹下敦史です。今日ですね、ちょっと、いいことがあったのでご報告させていただきたいと思います。昨日ね、私たちの、地区のゴミ収集所に、不法投棄ですね、ポット、電気でお湯を沸かすポットが捨てられておりました。で、とてもね、残念で、私のところでね、引き取りました。それを知ったご近所の方が火曜日にね、それを、捨ててみたらどうかと、おっしゃってくださいまして、今日ね、そのゴミ収集所に、うちのスタジオの前に、小さな、マンションのようなものがあるんですが、そこの住民の方々はゴミ収集所をお借りしているわけです。なのでね、いつもそこにゴミが残っていると私はゴミをね、必ず自分のガレージに持って帰ってくるんですが、今日、出しましたところ、ゴミをね、全部収集所の方たち持ってってくださいました。本当にありがとうございます。ご近所の方のためにね、それはもう自分のためにもあるんですが、この町をきれいにしたいっていう気持ちがね、伝わったのかなと思います。2月23日火曜日、昨日はね、ニャーニャーニャーで、猫の日だったそうです。私にもね、大切な猫、ウリがいるんですが、今ちょっと事情があって会えない状態です。とても会いたいですし、いつも自分の心の中に、彼はね、いてくれます。だから頑張ります。ぜひね、動物を大切に、そして自分を大切に、そしてご近所様とのお付き合いを大切に、これからも頑張っていきたいと思います。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦史がお送りいたしました。 See you soon です。